山梨県甲府市のコンビニには、何人もの警察官の姿が。自動ドアの周辺に張られた網、そして猟友会が鋭い棒を持って店内へと入っていきます。実はおととい、甲府市の住宅街にイノシシが出没、県道沿いのコンビニへと入り込んだのです。その様子を警察官が外から伺います。コンビニに籠城する形となったイノシシ。レジで撃ってた男の子がイノシシが入ってきたって言って、大きいなんかワンちゃんかなんかが入ってきたのかなって思ったんですけど、ちょっと形も違うし、わ、怖いなと思いましたね。店員によりますと、お客さんの後について一緒に店内へと入ってきたというイノシシ。すると足に怪我をしていたイノシシは興奮状態のまま店内を走り始めたといいます。怪我してるからこう血の跡がずっとあって、もう興奮状態だから、あっちにぶつかりこっちにぶつかりやってるから、もうそれ見てるだけでも怖かったですよね。この時店内には数人のお客さんも。そしておよそ1時間半後、捕獲されたイノシシが出てきました。かなり大きいです。捕獲されたイノシシは体長1メートルほど。お客さんは無事でしたが、猟友会のメンバーなど6人が噛みつかれるなどして軽い怪我をしたということです。